今回は女子陸上中長距離選手の不破聖衣来さんをご紹介します。不破さんは群馬県高崎市出身、2003年3月25日生まれ、身長154センチ、体重37キロ、血液型は A 型です。スリーサイズは非公開ですが、推定 A から B カップではないかと思われます。体重も37キロと非常に軽く、胸だけでなく体全体に余計なお肉がついていない中長距離選手らしい体型をしています。これも体調、体重管理のために自炊している結果かもしれませんね。不破さんは全日本選手権で1年生ながら驚異の走りを見せ、衝撃のデビューを飾り、陸上界の不破ちゃんとも呼ばれています。そんな不破さんは走りだけでなく、そのルックスの愛らしさから可愛い、美人と注目を集めています。レース後のインタビューで、頬が赤くなっている不破さんはとても魅力的ですよね。レース中の真剣な表情からは打って変わって、あどけなさの残る可愛らしい笑顔に多くの人が虜になったことでしょう。不破さんはおしゃれにもこだわっていて、月に1回季節に合わせてネイルを変えています。テレビで取材された際は2月でバレンタインが近かったこともあり、チョコをイメージしたネイルをしていました。ディズニー好きの不破さんの部屋にはディズニーグッズがたくさんあり、レース時につける勝負ピアスにはミッキーが隠れています。そんな実力も容姿も兼ね備えた不破さんですが、2021年のレースで解説の増田明美さんが彼氏がいることを言ってしまったようです。思わぬ展開で彼氏の存在が発覚してしまいましたが、不破さんほどの可愛さがあれば彼氏がいることに何の疑問もありませんよね。不破さんは小学校2年生の時、校内持久走大会に向けて祖父と姉と一緒に朝のランニングを始めたことが陸上との出会いだったようですが、この時はミニバスケットボールに夢中で本格的に陸上を始めたのは中学校に入学してからです。中学時代は向かうところ敵なしの強さを誇り、中学校3年生の時に炎の体育会 TV に出演し、モハメド・ファラーと対決しました。高校時代は怪我や新型コロナの影響で目立った成績を残すことができませんでしたが、拓殖大学に進学し1年生から数々の記録を塗り替え、陸上界のニューヒロインとして注目を浴びています。近年は怪我の影響で思うような結果を残せていませんが、2024年のパリオリンピック出場を目指し練習に励んでいます。今後の不破聖衣来さんの活躍に期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。